今日は顔薄子の宇多田です。こんばんは。こんばんちゃん。今日はちょっとリハビリ行ってきたんですよ。リハビリを行ってきてリハビリ行ってきて、あのちょっとトレーナー来てるんですけど、あ今日はね、まあ、特に理由はない。始めた配信に詰めたり、お腹が減った、やばい、さっき食べたのに、さっき全然食べれなかったもんな。髪切った、ちょっと1週間前、9日に前髪切りましたよ。こんばんは。今日はねちょっとトレーナーがねこんな感じでね、ストリート系の、ストリート系、ちょっとヨーヨーチェケラですよって感じのトレーナーだから、だからあのちょっとネックレスもそっち系にしてみた。アップルパイ食べたよ。夜じゃない、おやつの時間に食べました。ストリートのただダサダサすぎ。今日ちょっと配信しながら、私のこちらのイヤリングボックスがあるんですけど、アクセサリーボックスですね。ちょっとそれをね整理していこうと思います。ね、このイヤリングって、イヤリングじゃないわ、ネックレス、別に普通だよね、もらったんだ。これはね、これはあのシーインさん、ちょ読み方合ってますかね、シーインさんで、あのイベント7月の28日にゼップ羽田だったかなでやったイベントで出させていただいた時に、もらってっていいよって言ってもらったやつなんですけど、そう、母さんありがとう。私ストリート系も結構やりたいんだけど、なかなか服とかお母さんと妹がストリート系あんま好きじゃない人たちで一緒にいる時に買おうとしたらすごくディスられるんですよね。すごくなんかさ、例えばめっちゃこのトレーナーね、これ私はあの味方だから、あれだからね、あのこのさトレーナー、え、可愛いじゃないですか。今日はちなみに赤いズボン履いてるんですけど、ミッキーみたいな、ね、これ可愛いじゃないですか。可愛いと思いませんか。で私はめっちゃこれ好きなんですよ、こういう格好ね。でもさ、こういうトレーナーをね買おうとしたら、え、何パジャマ買うのとか言われるんですよ。ひどくないですか。今日もこの格好を見て、え、今日はそれパジャマって。そう、歌だけにはねアンチがいるんです。アンチストリート系っていうんですか、ちょっと言葉が悪いですかね。反ストリート系がいらして2人。そうなんですよ、だからなかなか買うづらいんですよね。ニットパー、宇多田は基本的に本当はストリート系かモード系みたいなかっこいい服が好きで、そうなんだけど、そう最近はあんまりワンピース服も着なくなっちゃったな。見て、これは今ね、なんでこんなにいろんな服着てるかっていうと理由がありますんですよ。こんばんは、遊びに来てありがとう。そう、なんかあのね、今そう、あのちょっと整理してて、自分の荷物を、そう片付けてて、たらなんかその服をねしまってたやつを今整理してるから、最近あーこんな服買ったなーっていうのが出てきたり、今日もこのニット帽をずっと探しておいた、今年はニット帽をかぶりたくて、これはここ1年でファンの方がくれたニット帽なんですけど、そうニット帽を私お家に全然なくてね、ニット帽欲しいなと思ってたら、あ、そうやもらったのあったと思って今日は着てみてます。ただ似合ってるのかちょっとよくわからないですけどワンピースは飽きたというか、ワンピースでも好みのワンピースとか、あの私がよくこの夏着てた
真っ黒のワンピースとかかっこいい系の結構着るんですけど、フリフリ系多いじゃないですか、ワンピースって結構レースですみたいなね。そういうのはあんまり今っていうかここ最近はあんまり自分の好みではなくて、あんま着なくなったかも。なんかワンピースって可愛い系多いんですよ。あんまりなんかかっこいいなって思うワンピースって少なくてね。今日はちょっとラップしてそうなのをイメージしてやりますわ。こんばんは、お元気ですか。お元気です。お、オンライン話会当選した指輪をねつけて、おめでとうございます。まさくまさん、ありがくまちゃん待ってますね。ひらぎさん、ありがハット。ユニット名はね決まってないですね、まだ全然全然どうなるのか分かんない。アクセサリーもシルバー系のアクセサリーをよく買うんですけど、すぐなくす、すぐなくすのよ、すぐなくすのよね。なんか本当はイヤリングつけたいんだけど、イヤリング全然ないな。ある、なんかそういうないな。イヤーカフもね買ったけどなくしたと思う多分。あーた、ありがとう。サイン当選した。おお、すごい。あ、何これ、あ、何これ、初めて。え、こんなん買った覚えあるっけ。何これ、こんなん、あ、かわいい。でも片方しかなさそう。え、なんで、かわいいんですけど。え、どういうこと、どこで買ったんだ。え、かわいいけどどこで買ったんだと思いますか。こんばんは。え、かわいいね。あるかな、2個。え、なんで全部揃ってないんですか。え、ないよ2個。なんで、これかわいいのに。ショッキングなんですけど、まあ片耳見せなきゃいい話なんですけど、配信台は。こんばんは。なんでなんでだよ、なんでだよ。こんばんは。いろんな服着ていきますね。なんか一つのものにこだわらず。まあ綺麗系、可愛い系の服も着たり。していきますね。お腹減っちゃった。今日あんま食べなかったんですよ、夜アップルパイが残ってたから。そしたらお腹減っちゃったよ。これのもう一個探したい。これかわいい。なんでないんだろう。なんでだよ。イエーイ、初見です、間違えて押したでしょ。こんばんは。あ、やっほー、こんばんは。たこ焼きイベントぶりに名前見た気がする。クリスマスのお話かコスプレしますか。あ、これわかんないのかな、まだわかんないのか。今日はいただいたものコーデかも。結構全部いただいてるかも。やっぱり着ないともったいないよね。ちょっとアクセサリーつけすぎてごちゃついてるんで耳取ろうかな。イヤーカフ買おうかな、イヤーカフ。そう、今日はアクセサリーを整理しようと思ったな。これ全然使ってない、この指輪。ちょっとおもちゃっぽいでしょ。そう、これはね AK ビンゴの私服ファッションショーで、私がピンクのズボンと白い半袖の T シャツ身につけた方がいいしてた時に買ったんだけど、全然使ってない。これも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 、これでメリケンサックのようにクーンってやるよ。そうです、そう、全然使ってないのもあるんですよ。わ、こんなちっちゃいのもあるよ、みんなに見てほしい。ちょっと、あ、なにこれ、なんかくっついてる。あ、なんだこれ、なんだこれ、何をしているの今ね、ちょっと整理して、ショールームして整理してる。
ふい、あ、これなんかくっついてたのかな、はい、待って、ここにこういうさ、え、一個のこういうプチってやつかなと思ったらさ、なんかぶら下がってる。なんだこれは。見て、これももらった、これ。このネックレスもね、これももらったの。そう。そう、アイリちゃんもいたね。あ、これ2つ揃ってる、かわいい。今日のファッションではちょっと合わないけど、かわいい。これ、あと私が、そう、妹です。私がめっちゃ使ってたのはこれ。めっちゃ使ってましたね。使ってます、このポイント。こういう、あ、なんか紫だし、これでちょうどいいんじゃない。え、なんかちょっとぽくないかな、わかんないんですけど。わかんないんですけど。ひやぎさん、ありがとう。え、違うかな、なんかちょっと上品。これそう、これピアスみたいじゃん。ピアス、こういうのつけてるとメンバーに、あ、開けたのって言われます。かわいいね。ちょっとなんか違うかな、わかんない。近いっちゃ近い気もしないこともないけど、どうしようかな今日。これさ、あ、どこ行った？こうやってすぐなくすんだ。あれどこ行ったかな？あれ、あ、これ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 さ、あ、待って、え、待って、来た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 、何？2つありました、イエーイ。2つありました、イヤリング、ワンダホー。これ今これ売ってるの見つけたらどこに売ってたか教えてくださいって言おうと思ったけど、2つ見つかったんで大切にします。徳の間さん、ありがとう、かわいい、ありがとう。広瀬さんもありがとう、めっちゃかわいい、 Thank you。 パクさん、ありがとう、ハート。すごい、みんなパチパチ、みんな優しいね。こんなイヤリング見つけた推しに一緒に喜んでくれて、マクさん、ありがとう。3500円は一生見つかりません、ショックすぎる。かわいい、これ。じゃあ、よいしょ、はい。じゃあね、アクセサリーの整理でもしようかな。まあね、本当お部屋の掃除中で今目の前がすごくすごく汚いんですよ。物いっぱい出してるから。結構これは AKB48 に入った時に買ったものとかが入ってるから、中学2年生の時に買ったアクセサリーとか、自分で作ったアクセサリーも入ってたりとか、結構思い出になる、思い出のイヤリングもあったりとか。でもやっぱり中学生の時の好みで買ったやつだから、さすがにもう今つけれないなっていうのもあったりするんで、ちょっと今日はみんなと雑談しながらお家で掃除したいと思います。ひらぎさん、ありがとう、 I love you。 マクさん、ありがとう、だるま。私も部屋の掃除しないと。あ、一緒にしよう、これ流しながら。じゃあまず一つ目、手に取りやすいのから取っていくよ。こちら、これはあれですね、イベントでもらったネックレスですね。アクさん、ありがとう、アルマ。妹にあげたりしないの？あげますよ。だからさっきも妹に整理して、一緒に整理しようって言ったんですけど、そこで携帯いじってます。いいよ、寝てて。まあ、これはネックレス、私今これと入れて、あともう一つ、よく私が最近つけてる四角いイヤリン、四角いネックレスしか持ってないんで、これは残します。はい、じゃあどうしようかな。みんなに思い出深いものから紹介すると、私が入った時ね、そう、白いボン、よく覚えてるね、白いボンボン、こう
こういうイヤリングをつけるのがめっちゃ流行ってたんですよ。知ってますか？めっちゃ流行ってて、ショールームかなんか、ショールームで配信してたかな。で、エイトのイヤリングを作ったんですよ。けなげ。けなげ。そう、これは握手会でつけたかな。自分で、なんかポンポンのイヤリングが高いなと思って、自分でつけたいと、自分で作ろうと思って作ったやつなんだけど、これが。自分でパーツ買って、ポンポンとか。重そう、言うて重くはないです。でもね、やっぱり自分で作ってて方向がぐちゃぐちゃで、なかなか鉢を前に向いてつけるのが難しいんですけど、衣装じゃないのよ、これ作ったのよ。ちょっと難しいんだけど、そう、これね、懐かしのやつなの。めちゃくちゃ入って1年目とかかな。エスナーペアとマクエスアリガハート、あ、こんな感じ。これを作ったのよ、自分で。でも結局多分1個作って疲れ切って、ね、1個しかなくて、もう1個のやつは普通のね、こういうポンポンなんだけど、エイトの愛の詰まった私のうぶ1年目アイドル1年目の宇多田が作ったイヤリングです。エースのベアットマークエースアリーハート、これはね、思い出なので、これは捨てずに残しとこうかなと思います。またどっかでつけようかな。でこれは多分その時に同じ感じで作った、やったのよ。これがニュースでやってたのよね。こんな感じ。なんか、うわ、懐かしいな。どうですか、懐かしいね。8文字のパーツ、8文字のパーツもあったんで、売ってるんですよ。手芸屋さんとかで売ってるんですよ。はい、そんな感じでね。これはもう私は使わないかも。これはちょっと思い出に残ってるんで、残しとこうかなと思うんですけど、これはまあ使わないかな。妹さん、これ使う？これ、これかわいいね。パッパ。え、ハツが作ったやつ？パッパッパ。これはそうだね、作ってはいるね。へえ、使う。うん。あげるじゃん。かわいい。入れるとこある？あなた。入れるとこある。こんな感じでちょいちょいと見ていきたいと思います。ちょっとぐちゃぐちゃなんで、もみあげかわいい。ショールームの枠、あの木のやつじゃなくて枠。ああ、こんばんは。ブレーボー好きだったな。バラバラになっちゃってるんで、一気に出してペアを作っていこう。一旦ペアがあるものから整理していきます、ね、私すぐ本当になくすから、アクセサリーもうダメなんですけどね。こんばんは。今日はね、まあそんな感じで、今日はあの、今日は何しようと思ったんだっけ。鶏のように記憶力がない。今日はリハビリ行ったんですよ。リハビリ行って、ずっと部屋片付けしてた。どれくれるんですか。今から整理して、私がいらないかなと思ったやつはあなたに聞きたいと思います。はい。トロ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 、やっほー、こんばんは、やっほー、そう、こんばんは、やっほー。明日の調子は元気、元気。お腹が減った、お腹が減った。どうしようかな、
一旦もう全部出しちゃおうかな。やばい、すごい量イヤリングが。すごいな。すごいね。一旦全部混ぜてから、ね、めっちゃ時間かかるよ。好きだもんね。すごい、私イヤリング集めが趣味で、ピアス開けたいなと思ったんですけど、ね、ピアスは将来もし女優さんやりたいと思った日が来たとした時にを想定してやめてます一旦。そうなんだ。そう、まあ開けててもいいらしいんだけどね、別に開けてる人もいるみたいなんだけど、一応ね。ひらぎさんありがハート。でも本当はこことか開けたいの。もうよく覚えてるね。今めっちゃアクセサリー出してます。すごい量だね。すごい量です。そう、まあ今の時代カプセルっぽいんですけどね。うん、隠せたりとかするみたいなんだけど、なんか、あ、かわいいこのネックレス。これいただきます。よいしょ。あ、なるほどね。エマちゃん、エマちゃん、ありがくむちゃん、ひらぎさん、ありがハート。ちゃちゃちゃ、そうそう、時代劇。こんばんは。まあ、まあ、時代劇とか、そういうのがない、出ないか、うん、そういうのいいかな。っていうか、そういう将来そういう方向に行きたいなって思わなかった、思った瞬間、行きたいと思わな、行きたいと思わな、行きたいく、行きたい希望はないなって思った時にあげますね。ピアスはね、でもね、いろんな国によってはね、赤ちゃんの時にあげる国とかもあったりとか、いろいろありますよね。まあ私は皆さんが開けたい時にあげるのが一番いいと思います。ポッチャマさん、ありがとう。ゆうなゆうちゃさん、ありがだるま。ありがだるま。ポッチャマさん、ありがとう。お、お、お。ちょっとさ、まあ、いや、せいでしょ。じゃあ、今から、すごく、ここに今、アクセサリーが広がってるんですけど、こっからペア探ししたいと思います。髪の毛伸びたよ。ね、このネックレスもっと短くできないかな。長いんで。飲みた。今日は家にあったものをすべて身につけてきました。そう、なんで開けないの？さっきも。そうなんですよ。まあ、もし将来時代劇とか出たいなと思った時のために開けてないです。でもめちゃくちゃ開けたい。軟骨開けたいですね。そうなんだ。ポッチャマさん、ありがハート。これ捨てよっかな。もう白い玉が黒になっちゃった。いや、時代劇志望ではないです。特にないんだけど、自分、私は結構気分屋さんだから、めちゃくちゃ変わるんですよ。将来やりたいこと、将来やりたいことすごく変わるから、将来の自分のために。そう、髪の毛染めないのは黒髪が好きだからですね、個人的に好みが。そう、髪の毛染めたい、なんか私黒髪が好きだから、逆に黒に染めたいって思うくらい黒が好きだから、今あげてないかな。じゃあペア探しいきます。じゃあまずさっきも紹介したこちらは宇多田が残留持ってきます。続いて、あった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 、これは私はもうつけないけど妹がつけそう。これはね、いただいたよ。これはガッツフレッシュの時にね、ガッツフレッシュっていうチームメイトに追加で入ったメンバーがゲームイベントの特典でライブをさせていただいたことがあるんですけど、その時につけてたイヤリングですね。ひらぎさん、ありがハート。まさん、ありがハート。ありがエムちゃん。そう、ガッツフレッシュ。私痛いの強いんですよ。前十字靭帯の手術耐えれたから、ピアスは余裕だと思います。マジで痛かったですからね、手術の後本当に痛かったから。これ見て、これはガッツフレッシュの時。あ、でも可愛いけどね、やっぱもう私、うん、うちにいたら叫んでたんでしょ。うん、叫んでた。可愛い。でもまあ、うん、可愛いけどちょっと二十歳っぽくないのかなって感じですね。
チムさんありがとう。これはまあもう妹さんどうですかこれ。可愛いよ。いる？うん。まあまたつけたくなったら妹のとこから取ればいいはず。ねえこれは見て可愛い系もやりますよ気分が向いた時に。見てこれはすごい一目惚れしたんですよ。めっちゃ綺麗じゃないですか。これは下北沢の下北沢のあのそういうお店でアクセサリーショップでハンドメイド、ハンドメイドの作家さんのコーナーで可愛いと思って買ったんだけど、これピアスで、その時ピアスも開ける気満々だったから、あピアスなんだ。そうピアスで、まあ、どうせ開けるやろと思って、もう開けようこれのためにと思ったくらい好きで、これがでもまあまだ開けないからと思って、100均でイヤリング、ピアスをイヤリングに変えれるものがあるんですよ、この世の中便利だからね。でこれを買ったんだけど、なんかね想像と違うんですよね、うん、ここ私はこう来てほしいんですよ、わかりますか。うん、わかるわかる。でもつけると違う、つけるとねこうなっちゃうんですよね。あー下になっちゃうのか。そう、どう、どう思いますか。どう思いますか。ちょっと違うね。違いますよね。どころさんありがとう。でも可愛いよねこれ。うん、そうだね、下になるとちょっと違うね。そう、ポチさんありが可愛い、ありがとう。田所さんありがとう。可愛い、めっちゃ可愛いよね。うん、可愛い。ただの好み、色がつきキラキラ、まあ、これのために本当にピアス開けよっかなって思ってます。めっちゃ可愛い、可愛いよね。へこれは、まあ、いつかピアス開けた時のために残しときます。いいね。田所さんがこんな感じでね、いろいろアクセサリーも思い出がありますわ。うん、金具の匂いがすごくする。こんばんは。 お腹減った。青似合う、嬉しい。ここら辺は指輪だ。基本私指輪はね、どこで買うかな、多分これは H&M とかだと。ここら辺は、まあ、H&M かな、ここら辺も。ここら辺は残しておきます。指輪はここでかな。指輪はね、残しておこうかな。お腹が減った。誰かお目に見よう。これ、これどうしようかな。これつけないな、多分。見せて。これ、つけない。指輪？いや、なんだろう、おしゃれ上級者みたいになる、これつけて。難しいね、指輪って。どう思います？これ私がつけたらおもちゃつけてるみたいな言われない？いつ買ったの？これ3年目くらい。へえ。あのぽい、今の加工にぽい。いやどう？いや分からないよ私には。なんかおもちゃに見えてきちゃうね。そうおもちゃっぽいよね。これは109で買ったかな。へえ。メイキンサーク。よく見せて。ふくろさんありがとう、レインボースター。エマさん、エマちゃんありがとう、手紙。わからないわからないわからない、 I don't know、 わからない。これはちょっと保留で母に相談。なんかめっちゃおしゃれな人がつけてたらおしゃれに見えると思う。これ好き、かわいいねこれ、うん、これは2個ある。あ曲がってるな。曲がってるの理想、結婚して。ありがいまちゃん、結婚して、どうしようかな。ハルちゃんの首輪。いけそう、曲がってるけどちょい曲がり。本当？これはかわいい。これ契約ですか？ん？契約ですか？指輪あげます。あやった。これは私は、まあ、つけたくなったら妹に借りる、はい、つけなくなったらどうぞ。新聞のやつも似合いますか？嬉しい。お腹減った。で今どう見てもこれ1個しかないかなっていうの。あこれ2個あるね。おお結構ね、うんうん、あるわ。かわいい。視聴者プレゼントしたいね。これはね現役ですかね。これは結構使ってる気がする。使ってた。へえ。これはねファンの方です。あれどこ行った？かゆ
お腹減っちゃったかも。え、ひきばり納豆が目の前に置いてあるんだけど、これは私にひきばり納豆を食べてってことかな。食べてって言ってるんだ。ひきばり納豆が、でもさすがにさ、配信でひきなり納豆食べられるさ、確かに。ひきばり納豆を食べるアイドル嫌ですよね。うん、やめとこうかな。え、一回食べたことあるな、配信で。前回あるな。前回が。スープの、え、あのさ、お鍋のさ、残ってるやつさ、ちょっとついてきてくれない？わかった。チンして。ゆうななゆうちゃんさん、ありが結婚して、うーあー言ったぞ、油かたぼら、油かたぼら、油かたぼら、あれ、ね、あのキーホルダーみたいな、何あのキーホルダー、どこにつけるの、あのキーホルダー、そのさ、前、手前のさ、蝶々みたいな、あ、これユリ、ユリに決まりな、これはお医者さん、お、これは高いですけど全部壊れてますね、あ、うわー、接着剤行きだ接着剤でつけなきゃいけないけど、これはですね、こういうこと、めちゃ革ですよね、昔の私が買ったですって感じじゃないですか、いただきます、これはあのね、あそこです、あ、リズリサ、リズリサ、あ、そうなんだ、リズリサっていうすごいフリフリの女の子ですみたいな服のブランドがあって、ちょっと高いんですけど、そこでひなのんとお買い物した時に買ったイヤリングなんです。これって買ったんでしょ、これめっちゃね、かわいいですよね、誰だ、ただまあつけないかもしれないの、ちょっともうつけないかもしれないから妹にあげようかな、これは誰誰見せて、かわいいね、何それ、これ接着剤でつけなきゃいけない、ここどこ、バラさん、あーバラさん、あ、季節あれ持ってきて、今接着剤、あれ結構高かった、え、ね、プースやってる、かわいい、プースやってる、あ、やってない、見えた、3500円、え、でもわかんないけどそんくらいした気がする、覚えてないな、あれ持ってきてね、え、どんぐらいのお皿、え、さっき飲んでたくらいで、さっきのやつ、うん、マイランドセル、どこ行った、マイランドセル、皆さん使おうと思いますか、具もいる、これは具もちょっとだけ、あ、でもお肉は大丈夫、野菜だけでいい、あ、あげちゃったよ、ヒロさん、ありがとう、バイト戻るね、バイト、ハイト、ハイト、これどう思いますか、できた、あった、お腹減ったらさ、やっぱりさ、生きていけないよね、人間って。これでも、使うことあるか。ありそうだよね、でかいし。接着剤はどこにある、保存で行きましょう。これは普通にショッピングセンターで買いました。ショッピングセンターと300円くらいのやつですね。あれ、これ絶対壊れたわ、うーわ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 プラスチック用って書いてある、ポチマ様、似合う、ありがとう、ありが似合う、リーレキさん、ありがとう、I love you、 でこれしかくっつかないからプラスチック用、みんなもなんか全然イヤリングのことじゃない話していいですよ、また質問大会しろきましょう、私の大好きな質問大会、ふぅー、あー、質問大会、壊したの、君、壊したのよ、剥がれた、ね、なんで、これはもうね、本当はこれはね、花びらがあったはず、あったっけ、もともとはビーズがついてたのが、もっとまたビーズがなくなってた、花びらがね、ビーズは普通に知らない、花びらのビーズはただ単にあそこに入ってたんです、花びらがあったらもうビーズがなくなっちゃったんで、最初かなかった、これは捨てるかな、持ってくねよ自分が、ねえ、もしいんだよ、これでもどうにか使えることはないけど、え、どうなんだろう、わからない、かわいいけど何って感じだもんね、これ、何それ、桜の花びらがついてた中に、あ、柿は何割ぐらい食べましたか、柿は、え、もうどんくらい食べたんだろう、半分食べたのかな、あー、いい、まあ、捨てます、ありがとうございました、あれ、バラさんどこ行った、私には聞かないの、それだって食べてるよ、あ、まあ、スッターつまようじを、え、ポテポテないの、お腹減った。みんなお腹減ったよ。今妹にスープを温めてもらってる、今日の夜ご飯の。どうするを。あー、これは何、うん、どうなってるの、はい。直してあげるよ。今だったら。直してくれる。ありがとうございます。今だったらいろいろ。
しゃんなんかな、今日ほんと夜食べなかったのがいっぱいすぎて、うん、これかわいいっしょ、はいはいはい、これかわいい、今会いたいメンバー、この可愛いのつければいいの、私忘れてた、直して死んで、これ黒とピンクなんとなく白があるんだ、吉田かな、この前ミスターに会ったんで今度は吉田にまあ会いますけどね。お話し会の抽選はどのボタンを押すんですかね、じゃあ右から2番目、猫ちゃん猫ちゃん下のプールとかにしてない、猫ちゃんどこ行った、はい猫ちゃんどこ、実店舗販売の結果はね、ちょっと放送を待たないと分かんなくて、猫ちゃんいつか宣伝されると思います、猫ちゃんどこ行った、さっきあったと思う、いつだろうな、え猫ちゃんどうなんだろう、すぐ発表されそうだけど、猫ちゃんがないよ、楽しみにしててください、あ楽しみ、よしどんな結果になるのか、猫ちゃん、いただけのお雑煮は何が入ってますか、お餅です、もちもちライスケーク、猫ちゃん、あリボンにボンドがくっつきそうで嫌だ、猫ちゃんない、ちょっと米充電が、猫ちゃん充電が、充電が充電できてない、ちょっと携帯してたから、うん、え、ここって延長コードなかったない、え、取った、どっか行った、え、なにゃ、え、あっちの部屋に行ったっけ、なんであったっけ、猫ちゃん、猫ちゃん、猫ちゃん、なんでないの、猫ちゃん、猫ちゃん、リボンが邪魔、リボン取りたい、母の作るご飯は美味しいです、私これ絶対つけないと思う、食べなくても、飾りとしておいててもいいね、アクセサリーは、あー例えば、例えばディズニーシー行ったんですけど、この前ディズニーシー行った時はディズニーシーに着る服を決めて、あこんなアクセサリーあったら可愛いだろうなっていうのがあったんで買いに行ったりとか、あとは歩いてて可愛いなと思って、かわいい、ハツカも作ったやつだよ、ハツカのどこ、どっちかじゃない、あんど違うかな、これは誰、これは多分私なんだよ、これが多分私、アビちゃんよしよし、こっちが多分これハツカの気がするだよね、誰も持ってかないから持ってた、今はそっか、え、なんでうち来んなかった、でこれハツクだと思う、あ、ニコトモで作ったか、見てこれ昔メイカーズピアっていうあの、うん、レゴランドがあるところ、かわいい写真撮ってるね、レゴランドがある、あ、カビラ狙ってます、はい、直ったレゴランドがあるところで、うん、こういうガラス細工でアクセサリー作れるのがあって、これ私作ったと思う、これこれはなんかチーム4を意識して作ったから、忘れちゃってたよ、どんなビーズだった、白、かわいいね、白、あ、そう、最近の生写真発売されるんで、ぜひこれはあなたがモテていいよ、こっちとこっち、うん、あ、そっちかな、こっちね、うん、え、それってさ、でっかくついてたの、よだれ垂らしてるみたいになってた、でかかな、ここら辺にポーンってついて、玉ねぎの繊維です、年越しそばは年末ですね、夜年越しそば食べたい、ミッツァが運転する車乗りましたよ、すごい上手だった、妹がいますます、いますます、いますます、めっちゃいるよ、クリスマス、もうちょっとでクリスマス、クリスマスに渋谷でバグズ2の舞台挨拶出るんですけど、あの多分今年最後リアル宇多田に会えるチャンスですし、あのお寿司パンフレットとか買っていただくとサインできるんですけど、サインの時に結構お話できたりするんで、あのちょっと握手会、握手はできない握手会みたいな感じで握手会を彷彿させるイベントとなっておりますので、ぜひ気になる方は会いに来てください、お寿司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 、よしこれでいい感じ、あダメだったごめんね、で寿司、ラララララララ、おー、あそういう風につけるの、うんうん、ボンド見えちゃうね、こっちも見えてるよ、これボンドじゃない、あ、ほんとだ、パピちゃん今構えない、うん、そっか、ね、こっち見えない、これ2つ揃って、こんな感じだったっけ、全然記憶がない、大丈夫か、スタンこれ可愛いよね、なにそれ、なんて書いてあるの、書いてないよ、イヤリングで、あ、イヤリングか、丸の、これは使える、使う気がする、可愛いね、
かゆい耳が。これ耳がかゆい。なんか直すのないかな。クリスマスバグずつ行きますよ。一緒にクリぼっち会議しましょう。誰か直すのないですか。バグず。今です。直すのがないならすぐ解散します。邪魔邪魔。あれが可愛い。直すのない。何このゴールド。あ、これもらったやつだ。直すのない。直すのあるかな。これは置いとこ。ないっすか。あと今言われてもわかんないな。あ、これ取れそう。すごい。取れそうなら直してあげる。ブチって取ってね。あ、見て見て見て、これも思い出の品です。これ一回あれだもん。じゃーん。ちょっと。ブレスレ。これさ、一回取れてさ、取りやすくなっちゃった。これは最初から取れて。あるメンバーとの思い出です。ここで問題です。こちらはあるメンバーと思い出の品です。思い出のブレスレットです。誰だ？さて誰でしょう。どのメンバーとの思い出のブレスレットでしょうか。あんな方に言ったことはある気もしますけど、覚えてらっしゃるのでしょうか。誰だ、見ていたのでしょうか。これはそうか、ちょっと待って。あんまいいよ、別にお揃いです。こちら、これこうつけて、こうつけて、こうこうね、お、あ、ここさっきひなのかりんちゃん、リッセンピ、かりんちゃん、かりんちゃんは元鹿児島県代表のひま島かりんちゃんかな。で、ひなのは野田、みんな卒業メンバーじゃん。ひなのは野田ひなのちゃん、私の同期で、みさっきは私の同期の寺田美咲ちゃんです。たんちゃかたんちゃかちゃ。どう？リッセンピも卒業されたリッセンありちゃん。これ取りづらいかな。大丈夫か。取れそうだったら取りなさいよ。うん、適切なものすごい。これかわいいわ。ワンショット当たった？ポーズ何するか考えてってね。何にしとく？結構みんなね考えてないからね。どうするって終わっちゃうんだよね。あらら。マシロちゃん、レイちゃん。今んとこね正解出てないんですよね。一人でも正解出たら言います。全部つけやすいやつ。飲んだ。これは。こんばんは。こんばんは。ちゃいますね。みんなの。みんなそんなもんなの？誰も当たらないの？俺恥ずかってピアスあげたのか。ピアスじゃないか。てかビーズ一個。あ、これ恥ずかまず可愛いから。恥ずかビーズ一個取れてる。これ壊れてんのよこっち。壊れてんの？こっちが。どこが壊れてる？あなたの出番じゃない？どこが壊れてるの？これパーツがいるからこれかな？あ、それが取れてる。これが取れちゃった。よろしく。はい。出てやるの。おで、あのもう一個の方は生き残ってるやつ。見せてだって。お、やっとできました。そうです。ヒカルンです。そう、このブレス。面白い形ね。充電器映ってないの？あ、映ってるけど大丈夫。これはじゃんじゃじゃーん。これはヒカルンとハルピョンと石川でイベントをさせたこと、いただいたことがありまして。うんうん、で。その石川のイベントの日の前日にヒカルンに石川を案内してもらったんですよ。私が石川初めてだったから。そう、石川か。でその時に石川ったな。あので石川の海でアクセサリー屋さんがあって、お揃いで買いました。へヒカルンはシルバーだったね。へ、私はゴールド買って、今だったらシルバー買うね。うん、それどこにあったの？おいしい、うん、何の蓋？あ、爪楊枝の蓋取ったな。そうだよ、っていうやつでしたから。結構みんな当たりませんでしたね。でこれ当たったケンジさんには豪華景品がございません。くっついてる。どうなってるんだ。あと可愛いのばっかり持ってるね。うん、銀色多いね。これとこれ、うん、え、欲しいの？うん、ありましたら。あるじゃん、ここに。本当？くださるんですか？これですか？はい、可愛いね。考えてますね、考えてますね。いただきました。やったー。じゃあ妹に捧げよう。Thank you。 結構奮発して買ったお気に入りのイヤリングなんです。めちゃ直してくれてます、片方壊れたやつを。でこれはどうですか。これこれ、こちらはこれ、ますない。あ、ありました。おー、どれか。あったんで、ありました。
これは妹をさっきか妹にさっきからせがまれてるイヤリングです。いや、色がいいよ。いいよ、これはあげます。やったー。これは妹が欲しそうなんで。見て見て、かわいいですね。めっちゃかわいい。ここに連弾でなってかわいいですね。それどこ行ったの、うん、あ、これ。YouTube はいかがですか。お、そろそろ来ると思いますよ。これ何ですか。目が来る。これはもう壊れたっていうかな。壊れたっていうかあれかな。外れたの。ちょっと待って、今ハツがやってるから今触るな。すごいそっくりだね。これは、うんうん、なんか買ったこと壊れてるね、うん、直そうと思えば直せそうだけど、うん、ペンチでこれつけるかな。わからない。これ何なんだろう。ウォールドでしょ。壊したの、うん、遊んでて壊したの覚えてる。直すって片付けるってこと。普通に直すってことです。あ、なんか直すっていうとこどこだっけ。どこだっけそれ。中でもどこだっけ。直して、え、直しといて。ダメだ、テスト悪かったからダメだ。思い出せない。石川市。これなんか使うかな。あの、片付けといてるのとかさ、直さないといけないんだよね。捨てといてみたいな。じゃあ直して。投げといてみたいな。いや、これも金具がないな。それもそうだってます。直しといて。ありがとうございました。ちょちょちょ。こちらは捨てます。え、これすごい黒いじゃん。何を捨てるの。わあ、泥団子でね、さっき歯の方の中で泥団子。あ、かすか、耳に泥団子って好き。これはもう捨てる。すごいね、泥団子だ。かすか、ほんと1個分裂しとるやん。これもう1個しかなくなっちゃったんだけど、これでしょ、多分猫ちゃんのイヤリング。これめっちゃ好きでした。かわいい。超かわいい。それってハツコが作ったんじゃない。違う、これもいただいた。めっちゃ大好きでたくさんつけたんだけど、うん、割れちゃいました。嘘。これも片っぽどっか行っちゃいましたね。嘘。これかわいいよね。めっちゃかわいい。これハツコなんか一回さ、猫ちゃんのやつ作ってなかった。うん、黒のハチワレちゃんです。超かわいい。なんか使えそうと思っちゃう。部品外しちゃう。次は私にどうぞ。イヤリングはね、基本そうね、使えると結局壊れ、いや、イヤリングだけじゃなくて、これ金フォルダーにすればいいじゃん。形あるものいつか壊れる。金フォルダーにすればいいじゃん。うん、普通にこうやってね、形あるもの壊れますからね。つけます、マリがかわいい。金フォルダーやん。金フォルダーにできるよ。見て、今日のね、裏だけのね、人参の色を当ててください。皆人参の色を当てる。人参はどれだ。普通じゃないよ。うん、もう本当にあれはなんだっていうレベルだよね。うん、言っちゃダメだよ。間違えたわ。これなんだ。問題だった。その方がよかった。あ、問題の出し方ミスりましたわ。なんとか終わった。人参色、紫、白。ね、カバンにね、いいね。これ原薬でしょ。違う？ないか。あ、あるあるある。これ。それはあるね。これくっついてるのは有名か。髪が、髪が。オレンジ色、ね、黄色、人参色、人参色、これどこ？ジュルイぞ、人参色は。人参色。これあれ。ちっちゃい時見てた。これ相方いなくない？相方いる？相方いる？相方。それとも相方が違う種類？手前はちょっともうちょっと白っぽかった気がする。うん。よいしょ。ちょっとしょ。まあ、ハツカのイヤリングも直した。タカみたいでしょ。マキロ、そう。これなんだろう。2つとも取れてるんだ。まあ、直したけど結構もろいね。この紫可愛いけどさ、黒よりさ、白いトレーナーの方が合いそうじゃない？白いトレーナー買いに行こうか。直すだけでいい。タカは大根ですからね。え、なんか耳赤い。なんで？これはどこだ？あ、これだ。おまひらーい。これすごいね。これ壊れたんでしょ？耳が疲れました。イヤリング。じゃイヤリングってこういう時疲れるの？取っとこう。イヤリングってさ、ピアスはさ、そういう面ではないよね。いや、置かなくていいよ、そこには。ちょっとここに置いたらね、片付けれなくなっちゃう。やばい、もう1時間。それ何？愛。愛。I love you。
えだどうやってつけるの。これは1個しかない。見せて。ん、ね、どういう風になってる。クリエイターになっちゃった、はい、ここは月の表面か言うてね。でもその耳さ、ここだけじゃなくてここが赤い、かゆくて書いたからかな。あ、これか。ポリポリ。これはどこ。これは可愛いんだけど今1個しかないから見つかんなかったりして。どれどれ。あった。あ、これ可愛いなと思って発見。何それ。お花。お花で、さっきの1個かなって来たやつどれ。見せて。それか。え、それさっきあっちにやってなかった。やっちょりません。あ、そっか。ぶっ壊れてるのが多いね。こちら遊びに来たよ。何して遊ぶ。花一問目かな。花一問目負けて悔しい。花一問目あの子が欲しい。あの子しちゃうから交換しましょ。これは可愛くない。あっと、え、さっきのこれだよね。あ、違う。これは超さっきのやつだね。で、これはね、違うよ。買ってすぐなくした。これは中がなくて、これは中ないやつあったよ。買ってすぐなくしちゃった。めっちゃ可愛くて好きだったんだけど。これさ、あった。これだ。すっごいゴミ入ってる。汚ねなーって。すごい長いんですよ。ゴミがいっぱいついてる。でもなんかあれですね、カイワレがついてるみたいですね。これで見た、ここ近くで見たら蝶々がついてて可愛いんだが、あ、これセットだ。ちょ、遠くで見たらカイワレ大根つけてる女の子みたいな、ね、これ着物とかでもつけれそう。着物。これは1個しかないんです。ラララモノマネ動物の森の住人。宇宙だ。すごいブロック。宇宙。友達コレクション。ブロック中。はつかさん、実は好きな人がいます。ポヒ。はつかのそっくりさん。はつかのそっくりさん。はつかのそっくりさん。こんにちは。これ使う？ん？使う。これあげる。いらないんだ。あつかのそっくりさん、こんにちは。お腹が空きました。カビパンを投げる。あの告白のやつも面白いよね。腐った牛乳。はつかの、はつかさんのことが好きです。付き合ってください。ちょっと待った。私の方が。どん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 。ごめんなさい。じゅどん。ごめんなさい。ドゥルドゥン。励ます。そうそうそう。友達コレクション。いや、これ回せない。スイッチに出てきてほしい。ね、これ回せない。スイッチに出てきてほしい。ね、出てきてほしいよね。なんで出てこないの？似てる？できた？違う違う違う、これ回すの。これを回す？回らないよね。回らなくなっちゃった。サビとこれはミスターたちに回ったね。別に出てたらできるよこれで。動きやつがやらないと分かんないでしょ。何それ。ネルトン、パチンって死ねみな。場所違うけど。ベニーゲイだ。赤クジラだ。怖いんだけど。大丈夫。ほら痛くない。知らないや。別に本当にネタしか手取るだけで。ネタ、ちょっと待ってください。わかった、わかった。マジでビビった。間違い電話でした。間違い電話でした。久しぶりの間違い電話ですね。初めて見た。初めてじゃないか。初めて見た。え、これもなんか普通に携帯の電話番号だったから、え、誰。普通に。これ回らなくなってる。ん？太郎さんですか的な感じで名前呼ばれて、太郎さん、なんかお疲れ様ですって言われたんですよ。お疲れ様ですって言われたから、どういうこと。回らないって乗ってあげれば回らない。どういうこと。回らないって。どういうこと。ネジが回らないって。本当だ。捨てましょうか。さようなら。こっちもどうぞ。そう、なんかすごい。これ揃ってお疲れ様ですって言われたから、いや、季節が揃えた。え、そうなの。
私お疲れ様ですってことは えスタッフさんと思って、うん、マネージャーさんかなと思ったんだけど、うん、太郎さんの携帯ではありませんかって言われて、太郎さんって名前じゃなかったけど、太郎さんっていうな、太郎さんじゃないですかって言って、あ、違いますって言ったら、あ、失礼しましたって言って蹴られました。わかった、間違いだなんて怖いね、うん、ドキドキするね、ビビビビ、え、これって指輪うん、視力にくしゃみは出るんだもん、いる、うん、どこ、これは指輪じゃない、うん、これ指輪、違うでしょ、指輪で、指輪なのこれは指輪で、指輪だったよ、ケース変な形やな、あ、これ あったなんか、え、なんかど、え、え、ど、なんかバネみたいな、みんな見て、あった2つ皿あったと思ったら見て、え、バネ出てるんだけどえ、この故障の仕方初なんですけど、何のバネ、あ、これすごい、え、バネ出てる、あ、それここ分かるかな、スノードームみたい、見てみたい、何それ、もうバネが出てる、ここからバネが出てる、ダメだ、使えない、ショック、今2つ揃ってて、ラッキーって思って、これってさ、組み立てるやつだよね、そう、髪の毛が長いんだから、ハツカも太郎さん乱用してるからね太郎さん、浦島太郎、なんか冬っぽいね、何それ、あ、さっきのやつか、冬、冬、あ、かわいいね、冬だ、なんか冬っぽい服着るときに使いそうだけど、うんうん、これもう片方なくない、んプルル、このブロックみたいな、何なの、あ、動物の森の時のハツカが集めてたインテリアみたい、あ、つかこれ捨てるやつだ、捨てるやつなの、多分これが相方だったやつ、あー、うんうんうん、壊れてるじゃん、これ片方でも使えそうだね、見て、え、これ伝わる人には伝わると思う、入れるのかよ、動物の森をやってた人に伝わると思うえ、こういうインテリアありませんでした何やってる人なら分かりそう、あれ、私は動物の森でこういうインテリア集めてたの、確かに、うんうん、よく覚えてるね、そう、このこういう感じのインテリア2車種見つけようって、キューツはカラフルなやつ集めてた、私ずっとこういう、あ、カラフルね、風船とかね、あと風船、こういうインテリアをにそ統一してたんですけど、分かる人いた、風船めっちゃ集めてたでしょ、いないんだ、あれ、あの方、ハツカ風船集めなかった、風船集めてたかもな、キッチはカラフルなやつ、これは指輪、指輪だけどそれ使わないな、多分、そうだね、いらないね、知らないか、知らないのか、キッチ知ってる、なんかついた、テッチ、サメタチキン、サメタチキンあ、これ揃ってるよ、コンビニケーキ、冷めたチキン、冷めた歌だのスープあ、これかぶり方ない、もう冷たいけれどでも美味しいよ、ここちゃんね、ちょっとなんかレッスンの時とかにちょっとつけたいなって時にこういうのはいいんですよね、ジャラジャラしてると踊るの邪魔だけど、レッシュン、ポコちゃん侵入、ポコちゃんやめて、ポコちゃん、踏みにしていく、やめて、めっちゃ叫んだよね、あ、見て見て、自分は猫じゃらしだと思ってる自分の怪我さん、猫じゃらしだと思ってるよ、絶対、ね、ちょっと、なんか気がモフモフしたんや、私、携帯充電切れた、こっち、あ、あ、ちょっと、私のポンポンやで猫じゃらしだと思ってる、ココちゃんに私のポンポンのイヤリングが、ね、ポンポンが、ね、見て、ね、戻されたよ、ザワとっとって、ハツカのさ、あのピアスじゃない、イヤリングでさ、私のポンポンのイヤリングがココちゃんの猫じゃらしになってる、ココちゃんがさ、猫じゃらしのところで撮るの、あ、撮ってる撮ってる猫じゃらしだと思ってる、え、ココちゃんの猫じゃらしどこだ、アラポールポコ、おおおお、私のポンポンが加えられる、
今日の歌だけのアイドルポコリーナをみんなにお披露目したいと思います。猫じゃらしの歌だけの嫌なの、あ、舐められてるくせ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 、イエス、ホーリンナ顔近づけてみて、顔近づけてみて、チューしてます。あれ私の充電器の、モフ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 、猫のやつ、ポコタンです。あ、出た、よいしょ、一目散に逃げてきました。ポンポみたいな見た目してるよね、もう白色のね、ポコちゃんだよ、うん、やばい、もう1時間配信してるからそろそろ終わろうかな。なんで終わるの？1時間以上はちょっとみんな疲れちゃうかな、水の疲れちゃうと沈んでいく。あ、そうだ、さっきインスタグラム上げたんですよ。エースのペアとマークイエスさん、ありがとう。インスタグラム上げたんで、ぜひインスタグラム見てください。じゃあランキング読みますね、1時間したんで。13位、しゅんごさん、しゅんごさん、しゅんごさん、ありがとうございます。12位、フォークアットマークダダハツミタユ、香港ブームさん、フォークさん、ありがとうございます。11位、チョラテレッチさん、チョラさん、ありがとうございます。あー変わったぞ。13位、しゅんごさん、しゅんごさん、ありがとうございます。12位、フォークアットマークダダハツミタユ、香港ブームさん、フォークさん、フォークさん、ありがとうございます。11位、インパラ2号、吉本坂46、ビスケッティ佐竹さん、インパラ2号さん、ありがとうございます。10位、丸竹、丸竹恵比寿さん、丸竹恵比寿さん、ありがとうございます。8位、チョラアトレッツさん、チョラさん、チョラさん、ありがとうございます。かわいいポコちゃん。8位、エースのワンペアとマークイエスさん、エースのワンペアさん、エースのワンペアさん、ありがとうございます。7位、田所さん、田所さん、ありがとうございます。6位、スノーさん、スノーさん、スノーさん、ありがとうございます。5位、まさかずアットマークふうさん、まさかずさん、まさかずさん、ありがとうございます。4位、ひろすさん、ひろすさん、ひろすさん、ありがとうございます。3位、まさくまさん、まさくまさん、まさくまさん、ありがとうございます。ございます。2位、ぽっちゃまさん、ぽっちゃまさん、ぽっちゃぽっちゃさん、ありがとうございます。ひらぎさん、あの1位、ひらぎさん、1位、ひらぎさん、ひらぎさん、ありがとうございます。ありがとうございます、皆さん、ありがとうございます。ということで、ちょっと1時間しちゃったんですけど、アクセサリーのお整理と顔、ありがとうございました。え、最近、ちょっと最後にいいですか、自慢していいですか、私ちょっとパスあとこれ私の髪の毛を見てほしい。もうサラサラなんですよ、わかりますか。え、ねえねえ、季節見て伝わりますか。これどうしてもいけるこない、美容院を最近いつ行ったっけ。ダメか、ダメか、まあ、いけるいける、多分2ヶ月前かな、2ヶ月前に美容院行ったんですけど、まあ、行ったきりなんですけど、めっちゃサラサラなんですよ。あ、伝わらない。なんかね、もっとサラサラな人はいるんだよ、いるんだけど、最近自分の髪質が今までの自分のなんかね、私今まで本当にアホ毛にすっごい悩んでたんですよ。中学2年生の時はアホ毛がひどすぎて、これポニーテールをした時にここからもうアホ毛がこう出てくるのよ。で、出てくるからそれがクリクリ、私クセっ毛なんでアホ毛がクリクリして、ここら辺でもじゃもじゃが出来上がって、友達に、それを見た友達、羊のショーン友達に、すごい羊のショーンみたいだねって言われるくらいアホ毛に悩んでて、ずっと髪の毛の痛みに悩んでたんですよ。なんかブリーチしてる、なんか髪の毛も染めたことないのに、8回いる、はい、ありがとう。そう、羊のショーンって言われるくらいアホ毛が本当にひどくて、原因が分かんなかったんですけど、すごいそれにもうずっと悩んでて、でここ 2年前くらいもずっとそれで悩んでたんだけど、なんか最近めちゃくちゃ髪の毛が自分の髪の毛じゃないみたいにサラサラで、まあ、私もう嬉、なんかまあでも毛先はね、毛先はちょっと枝毛が多くて、こう指で解いた時にこう引っかかるんですけど、マッスルだとはいかないんだけど、この横の髪の毛とかめっちゃサラサラで、もう可能性、え、だってアホ毛さなくない？こう見たら、え、本当にここら辺からピラ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 って出て、光さしたらあのオーラ放ってたの毛で、そう、ごめん、
だけどめっちゃ綺麗になって嬉しい。なんで直したか教えろっか。あれこれないの。あでも自分の根本的にどれが原因一番の要因なのかとかはわからないんだけど、一個はその2ヶ月前に髪質改善っていうか、そうそのなんかすごいその髪質改善行きたくて行ってみたくて、髪質改善なのかよくわかんないんだけどがめっちゃうまいって言われてるところに行ったんですよ。でそこ行ったら一応宿毛矯正ではないみたいなんだけど、すごいめちゃくちゃ綺麗になって、でそこから結構綺麗なんですけど、最近おすすめなんかめっちゃ口コミが良さそうだった、なんかヘアミルクを買いたくて、ヘアオイルは持ってたんですけど、なんかヘアオイルドライヤーの時はヘアミルクの方がいいみたいなのを情報をどっかで見たので、ヘアミルク買いたいなと思ってヘアミルクを買って、それ使ってたら匂いもいい匂い、あーいいのい、あーいいね、あ、皆さん嗅いでみー嗅いでみて、いや本当にいい匂いなの。それも原因であるかもしれない、うん、そのミルクは結構めっちゃいいです。ここ1週間しか使ってないんですけど、匂いがすごくいい匂いだし、すごくサラサラになります。ちなみにシャンプーは全然こだわってない。シャンプーとコンディショナーは全こだわってないんだけどちょ聞いた、最後にこれを話させて、これ髪の毛の話で終わる。今日はこだわって、え本当に私感動しちゃって、今日そうリハビリ行くときいつもメガネで一個結びでこうやって行くんだけど、髪の毛が自分サラサラすぎてゴムがね取れちゃったりするの。あ、ゴムはあるんだけど。まさくまさんありがかわいい、こっちもさありがは、やった髪質の長さ近づいてる。え、これピアスとかなんか、え、ここ、ま、前髪さピンで止めるんですよ。ピンで止めようと思って止めてたら髪の毛がサラ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 ってピンから抜けてきちゃったりして、へえってびっくりした。え、そんなに私本当になんかもう綺麗、なんかもう生まれつき綺麗な人からしたらさ、そこまでだぞって思うかもしれないけど、もうね羊のショーンを経験した私からしたらもう感動ものなのよ。これこういうことを話して嬉しいねって言ってくれるのは君たちだけだよ。ありがとう。本当だね。え、それにあとね、あとあとなんかあった気がする。あれさっきこれなかった。これはこれ、うん、どこだ、そう、あ、あ、そうそう、私クセっ気家族で歌だけって、父もパーマを巻いてるかパーマしてるかのように髪の毛がくるくるなんですよもうくるん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 って、あ、なんか本当になんかあの奈良の大仏想像してくださいって感じ奈良の大仏想像してくれたら、まあ、間違いではないかなって感じのクセっ気で、うんうん、そうだね母もねクセっ気で結構子供みんなクセっ気なんですよ。そう、妹とかすごいクリンクリンですね。ちょっと経過して、うん、じゃあ妹のこれ何もしてない髪の毛なんですけど、ちょっと妹の髪質こう分かりますか、こう毛先がもうこれアイロンしてないんですよ。自然でこうなっててそんな感じでクセっ気なんですけど、で私も家族の中では結構ストレートの方なんだけど、結構うねりがすごくて前髪とかの今もそうなんですけど、こんな感じでね、ほら、わかる、ここをうねっちゃったりとか、いちちゅいちちゅ、いちちゅ、短いいちちゅ短いから映っちゃうからやめて、やめてくね、映っちゃうからいちちゅで、まあすごくせっきゃ、まあ別に治ってはないんだけど、こうやってつけるのか。最近ね、銭湯、スーパー銭湯に行ったんですよ、うん、スーパー銭湯でこうやってさ、ドライヤーを乾かしてたらね、ほら隣でおばあちゃんも髪の毛乾かしてて、うんうん、ブワーって爆音の中おばあちゃんがえあ、やだ、綺麗だ、あ、髪の毛嬉しい、ありがとうございます。おばあちゃんもえ、ありがとうございます、ブーすごい綺麗な直毛でって言われて、嬉しい、私直毛なんて言われたことなくて、まあ結構髪の毛さ濡れて乾かしたって結構ストレート、まあ、なること多いからっていうプラスもあるんだけど、直毛でいいねって言われて、私直毛なんて初めて言われちゃって
だからなんかちょっと自分の髪の毛に今なんか改革が起きてて嬉しいです嬉しい。だからおばあちゃんとずっとドライヤーを2人とも乾かせながら、あ、いやさ、あ、すごい髪の毛長いねって、あ、髪の毛長い、髪の毛長いねって、え、あ、実はヘアドネーションしようと思ってて、え、あ、実はヘアドネーションしようと思ってて、あ、あれ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 、え、で一生やってました、おばあちゃんと知らないおばあちゃん、うちの孫もねやったのよ、もう2回も、え、2回すごいですね、え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 、あ、はは、でも最後の方はねちょっと笑ってました、ちょっと何言ってるか分かんなかった一旦笑っとこうと思って笑ってました。まあそんな感じでね、スーパー銭湯じゃない、スーパー銭湯か、スーパー銭湯にいる隣の知らないおばあちゃんにもね、髪の毛長いね、綺麗にしてって言われ褒められて嬉しいです。悩んでた時の自分に言ってあげたい。まあ言って、あの、まあどれがいいのか分かんない、でも結構髪の毛悩んでたから、めちゃくちゃに悩んでたから、いろいろなところにお金かけてるから、どれが一番の要因か分かんないんですけど、そう、銭湯おばあちゃんとか、あとはねドライヤーも買いました、高いのに。あのファンの方におすすどれがいいですかっていうおすすめを聞いた上で、パナソニックのナノケアにした。なんか今まではね全然普通のドライヤーにしてたんですよ、特にこだわりもなく、そうこだわりもなく使ってたやつ使ってたんですけど、使ってたんですけどあのこだわりなかったんですけど、特にあのでもあのまたこれ買いに行く、なんかナノケアっていうやつを使うようになってから使うようにもなりました。うん、痛い、ニキビ潰した、今ニキビが爪で、やだやっちまったじゃないか、もうおでこだから言うと、あー痛い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 、似合わないおでこ、今眉毛描いてないんだよね、なんか似合わないなんだろうね、マロアのおじゃおじゃおじゃ、アイライン名前なんだっけ、名前なんだっけ、おじゃる丸、名前ちゃ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 、あ、電ボ、あおじゃのプリンはどこじゃ、電ボだよ、おじゃる様少々お待ちください、電ボ早くしてくれ、カージュマカージュマって感じですね眉毛描いてないんですよ、メイクしてないから、っていうね感じでした。じゃあ私の髪の毛自慢も終わったところなんで、はい、終わりにしたいと思います。うわー1時間15分っていうね、はい、それでは失礼いたしました。じゃあバイバーイ、いい夢見ろよ。おやすみ、おやすみなさい。